さあ今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日のテーマはですね、 えっと、uno の力はどういうものかを体験していただきましょうというテーマでお話していきたいと思います。まあ、uno の力がどういうものかを体験していただいてですね。え算、ー、式暗算、えー、は uno を使う。まあ、数字を、えー。イメージに変換するから、難しい計算が暗算でもできるんですよという結論。えー、だから、uno を鍛えていきましょう。uno を鍛えると、えー、だから、こうやって難しい計算ができますよ。というのを、ちょっと解説、説明して。 いいきたいと思いますじゃあ早速ですね「う、え、のー、の力」はどういうものか、えー、やっていきたいと思いますねまず今から10個ゴリ先生がですね言葉キーワード10個キーワード言葉を言いますからその通りその順番通りに言い終わった後にちょっと言ってってもらいたいんですよねじゃあまず1つ目いきますね、えー、1番目「山」です「山」「番目紙です 2番、紙ですね。で、3番目、空です。3番目、空ですね。4番目、テレビです。4番目、テレビです。で、5番目がコップです。5番目、コップですね。で、6番目、6番目が椅子です。6番目は椅子。7番目は大根。7番目は大根。8番目は花瓶。8番目は花瓶です。 9番目が窓ですね。九番目が窓。10番目が新聞という形になりますね。さあ、えー、今言った順番、1番から10番の順番で、えー、どれだけ言えるか試してみてください。 はい。10個ですね。10個。どうでしょうかえい、ー、大体平均はですね、5個ぐらいらしいですね。5個。ということは、1番山、2番紙、3番空、4番テレビ、5番コップ。このあたりぐらいまでが大体平均みたいですね。で、えー、6番椅子、7番大根、8番カビ、えー、9番窓。 えー、10番が新聞という感じですね。じゃあ、今、えー、なぜ平均が5個か。じゃあ、えー、次、パーフェクト。10個覚えれる方法、えー。10個絶対覚えれる方法ですね。今から説明しますね。えー、それぞれの ワード、それぞれの言葉をですね、イメージ、頭の中でイメージしてみてください。一番、山。山、どんなイメージでもいいですいや。あの、イラストでもいいですしね、思い描きやすい山、イメージとか実写でも構わないですよ。ゴリセエルではちなみにイラストの山をイメージしてしまいますね。で、二番目の髪。髪は真っ白でもいいですしね、あの、どんなものでもいいですから、髪も、えー、頭の中でイメージしてみてください。 3番目、空です。これもゴリ先生は空。イラストの、イラストが好きなんで、いら、もう自分のイメージしやすい方法でいいですよ。で、3番目、空のイメージ。イラストですけどね、ゴリ先生は。で、4番目、テレビ。これもゴリ先生は、えー、昔ながらのテレビをイラストで描いたものをイメージしてますね。で、5番目がコップです、コップ。 まあ、簡単なグラスですね。透明な。あれをイメージしてます。6番目。6番目が椅子ですね。椅子。今のところ何も椅子の上に置いてないものをイメージしております。で、7番目が大根です。この段階で椅子の上に大根を置いてます。 ゴリ先生はですね。で、8番目は、えー、花瓶ですね。椅子の上に置いてある大根の横に花瓶を置いてあります。ですから今、ゴリ先生のイメージの中では、椅子の上に大根と花瓶が置いてあるんですね。で、3、えー、9番目か。9番目が窓ですね。その後ろに窓があるんです。えー、イメージとしては窓の前に椅子があって、椅子の上に大根があって、大根の横に花瓶が置いてあるというイメージですかね。 で、えー、最後は新聞紙です。新聞紙。これは10番目は新聞紙。えー、窓の外で、えー、お父さんが新聞紙読んでるイメージですかね。えー、そんな風にイメージをしております。さあ、えー、そのイメージでもう一度10個、えー、順番通りにイメージ言えますでしょうか。山、髪、空、えー、テレビ、コップ。 椅子、大根、花瓶、窓、新聞紙と。えー、こんな感じですね。どうでしょうさっきの言葉だけ。えー、要は、言葉というのは左脳で、えー、言葉として覚えてしまうと。で、その言葉よりも、えー、今言ったイメージ、右脳を使うことによって、さらに記憶力って定着できるんですよ。ということが、ね、言われております。多分、えー 頭の中に今の10個をイメージした方が、えー、順番多く、平均5個よりも多く順番言えたんでないで、言えたのではないでしょうか。逆にですね、頭の中でイメージができるとですね、今度は逆から10番から言えるようになるんですね。新聞紙、窓、花瓶、大根、椅子、コップ、テレビ、空、紙、えー、山と。えー大和 えー、こんな感じですね。あの、イメージすること、うのを使うことによって、非常に記憶力、自分の頭の中に記憶が定着できると。じゃあ、そうなんですね。もうだいぶ結論、あのー、伝わったかと思うんですけど、なぜ、えー、ゴリ先生がですね、この透明そろばん、うちの生徒にこの透明そろばん、要は、数字、問題、えー、計算の過程、 をイメージ数字をイメージに変えさせることによって安産、ねえー、団員全員合格を目指すんです。 とにかく数字をイメージに変える。右脳を使うことによって、左脳と右脳をダブルで使うことによって、計算スピードが上がり、さらに記憶の定着ができますから、難しい桁の練習、難しい桁の計算もできると。こういうような、あの、手段式暗算で種明かしなんですよね。なんと言っても、 通常の筆算とかは左脳だけでやるんですけど、手段式暗算の計算のスピード、さらに難問が解けるという理由は、プラスアルファの右脳を使っているからなんですね。でじゃあ、右脳を使うってどういうことというのは、数字を、数字を。 イメージに変換するんです。イメージに変換するんです。冒頭にあった、えー、10個のキーワードをイメージすることによって逆から言えたり、記憶に定着させる能力をアップさせる。その右脳を、えー、手段式暗算というのは使うんで。えー、ですから、 えー、難しい計算もでできるんです。しかも、えー、誰でもなんとかうちの教室、えー、卒業までに段式暗算あ、ごめんなさい、暗算段位検定の段位合格、段、えー、以上を合格してやめてほしいと、このうのを使う方法をやってしまえばですね、えー、誰でも、えー、難しい計算、暗算できるんじゃないかなと思って頑張っております。 はい。えー、うちの放射の方に関してはですね、また、その、安産第検定、えー、とにかく初段、えー、第以上を取る、えー、それに関して、自宅のイメージトレーニング方法という話はしておりますんでね、えー、ぜひぜひ相談しに来てみてください。はい。本日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。